小さい頃に愛着関係をきちっとね、つないでいく、作っていくっていうことは、その後大人になってからどういうふうにこうその人が育っていくか成長していくかっていうのに一番こう大きな影響を与えるわけですね。そこの部分、基礎の部分、人として育っていく基礎の部分というのが非常に揺らいでる。今の世の中、制度を整備して整えて、ね、そこに税金を投入してね、やればやるほどおかしくなっていくみたいな、そういう構造が見え隠れする。アウトソーシングする、生活アウトソーシングするっていうのは現代の権利であったり、まあ、お金があればアウトソーシングできる、まあ、家事やってもらったり、家事代行やってもらったり、まあ、妻代行もありますし、恋人代行もお金があればできるし、でいろんなものをアウトソーシングしていくことによって、実は生活してないというか、生活の半分ぐらいアウトソーシングしちゃう。別に洗濯機を使わないで手で洗えって言ってるわけじゃないんですけども、でも、まあ、洗濯誰かにしてもらうことによって自分で洗濯をする、まあ、自分で例えば子供のパンツを洗うとか、そういうことがなくなっていく。そうすると生活自体を丁寧に送るっていう、まあ、私はその生活を丁寧に送るっていうのは極めてこう発達と関係なく基本だと思うんですけども、その生活することへの丁寧さというか、そういう部分がなくなっていくと、多分食べ物に対する愛着も含め、人間関係に対する愛着も含め、まあ、そういうつながりを作っていくものっていうか、つながりの希薄化を生むと思うんですよね、アウトソーシングしちゃうことで。でアウトソーシングするなっていうわけじゃないし、それ忙しかったら、誰かを呼んだり、あるいは恋人が欲しかったら誰かをお金で頼ったりすることは悪くないと思うし、そういう制度があったら利用したらいいと思うんだけど、ある程度そこに過度に息をし始めると、自分の生活実感とか人間関係実感とか、そういうものがまあ弱くなっていくのかなというのは、便利になるに従ってというか、いろんなことができるようになるに従ってとか、アウトソーシングできればできるほど便利になり、自分の時間はできるんだけど、まあ人と関わってる面倒くさい時間って実は大事ですよね。何の生産性もない、ただ関わってて永遠時間だけ関わった。まあ自分が星の王子様っていうのを訳して本にしてるんですけど、なんでバラがいっぱいあってあのバラは特別なのっていうと、時間をかけたからだっていう答える場合があって、まあバラぐらい時間かけてなくても育つかもしれないんだけど、その時間をかけたからだっていう答えになる場面を私感動したことがあって、今の時代能率効率を上げて時間を減らして効率化してっていうのは正しいとされている時代なんだけど、あえて時間をかけること、だからまああえてこう近所のおじさんたちおばさんたちみんなに何とか見ててよって駆けずり回って、まあ時間と手間をかけること、まあ、そういうことの中にある価値っていうのは多分あるんだろうなっていうのは感じてて、それは多分傾聴なんていうのもそういうことで、まあ相手が何を言うかを待つ時間の方が、話したがる人実はそんなに多いわけじゃなくて、ポツンポツンと出てくる言葉を拾っていく、聞く、待つっていうことの方が、まあ大変っちゃ大変なんだけど、その時間が実は何かを生産している、ただ相手が話し出すのを待ってるだけみたいな時間が多分生産していくものはあるのかなっていうように、まあ僕はちょっと最近非常にまあものを書くときにもそれは意識して書いてるんですけど、そういう部分と似てきますよね。そうですね、これも聞いた話ですけどね、似てきた話じゃないんで、江戸時代の話、江戸時代って捨て子っていうのが、まあ、ほぼシステムとして働いてた、システム社会の中で認知されていて、じゃあ拾うわけですか。そうです、拾う人と捨てる人がいるわけですね。で当然今みたいに経済的に豊かじゃないです、江戸時代っていうのはね、貧しい人がたくさんいる、で貧しい中で生まれてきた子供を捨てたかないけども捨てざるを得ないので捨てる、でそれを豊かな方の人が拾う、拾って育てる、で地獄なりなんなりしてっていうようなものが、こう社会の中でこう一つのシステムとして機能してたんですね。まあ今でいうと赤ちゃんポストみたいなのがね今ありますけども、まあああいうふうにこう医療機関がやるぞっつってやるんじゃなくて、社会全体として
いや、それは捨てざるを得ない親だっているだろうよと。いや、今言われると嫌だな、うん、嫌だけど、そうなんでしょうね。で、そういうものが機能して、あの人は育っていった。だから、捨てられて拾われた子だから、どうのこうのっていうのがあんまりね、ない。ない。うん、あのいい、いや、そういうこともあるよと。でも、それでも、あの最終的には、あ、どっかで働いて食っていけるよと。それはソーシャルインクルーシブ、そうですよね。本当の意味の共生社会って、あのそういうものだと思うんですね、うん、たそれであと寺子屋ってあるじゃないですか、ね、皆さんこれをご存知と思います。教育機関、あれ民間ですよ。完全に民間 の, あの教育機関ですよね。で、あの誰がやれって言ったんじゃないんですけども、あの障害児教育やってるんですね、寺子屋って、うんうん、あの目の見えない子も耳の聞こえない子もね、引き取って、でそれ用のこう、まあ、ジグといいますかね、うん、彼らにも使えるような教材作って、でそこで教育してるんですね、寺子屋で。特殊教育の始まりなんですけどね、日本のね、うん、でもそれも 100% 民間でやり始めてるんですよ。っていうことは、社会全体がそういう子たち育てる当たり前じゃんということなんですよね、うん、あの今みたいに契約しなきゃいけないとかなんだかんだ小難しい話じゃないんです。もう本当にあのインクルーシブな世の中、ある意味ね、うん、まあ、死の交渉とかね、こうね、こうその分かれてるじゃないかとかっていう、そういう見方もあるんですけども、ただ一般視線の人たちにしてみると非常にインクルーシブな状態が普通っていうね、うん、寺子屋ってあの今の最先端のデンマークとか、まあ、教育フィンランドとかの教育と少し似てるところがあって、あの日本の教育今の教室って1対1で この状態で向き合ってますよね。教団から話すんで、寺子屋ってみんなが勝手な方向を見てるんですよ。こっち向いてて、あっち向いてて、後ろ向いてるのが好きな子がいたりして、で、まあ、先生の方が寄ってきて、どこできないのみたいな、なんか知りたいことあるのみたいな、こう回っていく。で、僕今教育に関わっていて、1対単集団授業って相当厳しい時代になっちゃってると思ってるんですよ。それは無理やり強制力を効かせるから1対単になることは可能なように無理やり制度で止めてるけども、多分1対単っていうのはほぼ限界に近いんじゃないかなっていうように見えていて、その点では寺子屋的、まあ寺子屋って結構アクティブラーニングですからね、寺子屋的なものとか勝手に横の子と喋っていいわけだし、あれはで一緒に何かやっちゃってもいいわけで、まあ、そういうものは多分大事なとこに、まあ、曲がり角に来てるのかなという感じは、まあ、自分自身教えていて感じてるんですよね。でちょっと話を戻すと、でも江戸時代に僕たちは戻れないわけですね。で江戸時代的なものを再設計するというのも多分結構無理もあると思う。そうすると今この時代まで来て、まあ、様々な問題点がある中で、まあ、江戸時代の良い部分的なものを拾った社会再構築っていうのはどう可能なんですか。これは可能というか、もうやらなきゃいけないことなんだと思うんですね。要は社会というものを、さっき言ったように人間というのは非常に弱い動物ですから、社会というシステムを使って、生き延びていくしかないんですね。でこれが崩壊しないようにしない限りは自滅するわけですよ、人類って。うん、なのでそこやっぱりまずこう基本的な方針として人間は持たなくちゃいけないと思うんですね。もうこれは絶対そうだと思います。この方針捨てたらもう終わりですからね、人類ってね、うん、でそこはまず一つですよね。でそれに沿っていろいろ考えていく。でその時に過去の歴史から、あこんないいとこあったよねって、江戸時代なんだかんだ言ってたけど、もうこういういいとこもあったよねみたいなのをこう拾ってくる。でなんでそれがこう自然に江戸時代みたいに出てこないのかなっていうと、まあいろいろありますよね。いろんなこういうアウトソーシングできてしまう。でそれでこう商売をすることによって、まあ、糧を得ている人たちっていうのはたくさんいるわけだし、まあ、僕らだって
そうですね、そういう意味ではね。で、そういう社会になってる、なってるんだけども、その中でやっぱり社会がバラバラにならないようにしなくちゃいけない。何をすればいいのかなっていうと、そのまあよく絆だなんだってね、こう言われますけども、あれをもっと本当の意味で理解して実現していくっていうことですよね。で、その時に、まあ、いろんな問題課題はあるんですけども、最近よく言われるのこう AI とかね、人工知能がどうのこうのとかそういうのがあります。実際にこれ事例としてね、この間特別支援学校の高等部に、行ったんです。まあ、よく行くんですけどね。で、まあ、生徒たちの様子見させてもらった。で、まあ、授業を当然やってるわけですね。東京23区金があるんで、みんな一人一台こうタブレット端末持ってます。要は特別支援学校の生徒がね、一人一台持ってるわけです。で、まあある教室入ったら美術の授業やってですね、美術です。で、課題は何かというと絵を描くことです。まあこれも普通ですね、別に悪いことじゃない。で、絵描くときに絵を描くこう題材何に使う、どこからこう探してくるかっていうと、タブレットでも探すんですね。書きたい対象をね。で、対象を見つけたらそれを書いていくっていう、そういう授業の構成だったんです。で、一人一台端末あるんで、まあ、スーッとそれで流れていくだろうというふうに思いきや、まあそうはうまくいかないんですね。なぜかっていうと機械壊れるんで、で、ある一部分にこう生徒がこう団子になって大騒ぎしてるわけですよ。早く終わらせろよとかね、次僕の番だよとかって大騒ぎしてるわけです。もう喧嘩腰になって大騒ぎしてるわけです。で、先生が困ってるのね。で、何やってんですかって言ったらば、一台だけタブレット調子悪くてつかないんですよっていうですね、もう先生あたふたしちゃってるんです。さっさと絵描けいいのに。そうタブレット修理に、ね、30分かけるんだ。そこにあるものかけ。そう。あと図書室でも何でも行って、ね、本から引っ張ってきたっていいし、外を見て見に行ってね、 あれ書こうって言って書いたっていいわけですよ、ね、だってそれが本来のこう美術の授業の目的でしょ。ところがもうタブレットが動かないって言って、そこで大騒ぎになって授業がおかしくなっちゃってるわけです。本来やることはやれなくなっちゃってるわけですね。こういうことが本末転倒ですけどね、こういうことが起こってくるんですね。で、本当にこう生きる力つけるってどういうことなのかって、学校の授業って学校の教育ってやっぱり生きる力をつけていくためじゃないですか。まあ、家庭教育もそうですけどね、ところがじゃあそれを効率よくやろう、うまくやろうってんでタブレット端末入れたらこの顛末なんですね。こういうことがなんで起こっちゃうのかって言ったらば、そもそも何を しようか、何が目的なのか、どういうことを達成していこうか、何が大事なのか、教育っていうのはみたいなのを見失ってるんですね、現場が。このままだと危ないです。テクノロジーが進めば進むほどアートの部分がもう分からなくなっていく。何やってんだか分かんないですね。テクノロジーに使われている状態ですね。この部分を何とかしていかなくちゃいけない。やっぱり意識的に本来何をこう子どもたちに伝えていくべきなのかっていうのを考えていかなくちゃいけないと思うんですね。